しみにしてましたよ。私もしていました。めちゃくちゃ楽しみにして、声かけてもらって本当嬉しいです。いやー、何回 LINE しようかと思って、ほんまに何回も文章作ったけど、そのために、うん、でも2週間後に会うしとか、確かに確かに、でも1週間後に会うしとか、確かに確かに、わざわざ書こうとしてくれてたんでしょ。何してました？見逃しないから、
尖ってるっていう言葉とともに、うん、ちょっとこう怖いとか、うん、強いと書いて怖いっていう風によく言われるんですけど、私自身も成仏のバンドとしての言葉って、うん、強っていう、はいはいはい、怖っていうのすごい言葉なんですよね。でもちょっと腑に落ちます。すごい、MV のね、その企画見て、やっぱアビちゃんとこれちゃんと喋ったことなかったから、そう、見られてるって話ですね。そうそうそう、これどういう人なんだろうと思って、もちろんね、名前は存じてましたし、そのデビルマンクラーベイビーとかでもね、なんか間接的にご一緒してるみたいなのが割と多かったから、うん、なんかすげえポップなことやってはる人なんやなっていうのはしてたんですけど、いざそのね MV の企画読んでもらって、ああこういうのに出してくれるんや、めっちゃ嬉しいと思って、そしたらめちゃめちゃ明るくて、みっちゃんが明るし柔らかいからだからもうものすごく接しやすくて、メンバーの皆さんもね、あまどっちかというとシャイな、めちゃめちゃシャイな皆さんで、お姉ちゃんたちが可愛いですね、隅っこにそうちっちゃい友達がだいぶやばいのに見えてる、そうそう、めちゃくちゃそのギャップが面白かったです。いや嬉しいです、本当に。その後にね、津田さんが私たちのライブに来てくれたんですよ。来ました、呼んでくれたんですよね。早速呼んでくれて、うわもうこれも何としても行かないと、いや忙しいのに、いやなんかね時間がうまくあって、うん、ったらなんか派手な お姉さんお兄さんたちがお客さんでめっちゃみんなセンス持ってはるみたいな、そうおしゃれですよ、ね、なんかそのなんやろ、もちろんそういうこういうコロナ禍なので、そんな声出したらあかんとか、なんか暴れたらあかんみたいな、そういう一応ね、団結力というか、一応そういうのは守ろうぜみたいな感じはありつつも、めっちゃテンション、始まる前からめちゃめちゃテンション上がってるんですよ、皆さんが。あれはめっちゃいいなと思って、いや嬉しい、一人で行ったんですけど、ワクワクしながら見たら、いやどういうライブなんやろうと思って、たらね、よかったね。だけでゴリゴリ勝負したろわみたいな、余計なもんいらんねんみたいな。
チーム一つは本当にこう、あ、本当に私たちが少しでも、なんだろう、彼ら彼女たちの目標にかなわなくなったら、離れていって叱るべきなんだなっていうぐらい、本当に本当に福天の間なのかなったりとか、やっぱり、なんていうか、誰とでもやれる人たちばっかりじゃないですか、こだわりがある人たちばっかりなので、あ、もうこの子たちの、お眼鏡にかなう照らしがいのある人も本当に響かせがいのある人間じゃないとあかんなーって。いいよね、いいよ ね, いいよね。だからずっとこう緊張感持ってライブとかね、いろんな作品作り続けられるから最高ですね。フリするじゃないけど、あー一番いい。じゃあ、はいはい、一曲聴いてもらいたいですけども、津田さんにも出演いただきました女王蜂の新曲聴いてください。冷めてくれる人もいれば、そうだね、もうあとはお待たせしますね。
っていう。いやいや素晴らしい。好きな人が作るものって分かってるとね、やっぱりね、なんか思うんですけど、作品に出た後に浮かぶもので作品作りたくなったこととかあります？ありますあります。で作品出てそこでまた何かもらってでこれをもっと膨らまして違う形にとか、すごいそれは連鎖していく気がするよ。ありますよね、うん、大好きで、なんか1個100をいけると2枚分くらいアルバム作りたくなるんですよ。あ素晴らしい。言いたいことめちゃくちゃ、その子だったらなるほど、なるほど、めちゃくちゃあるんですよ。へえ面白いな。それがちゃんとね音楽になってね出てくるっていうのもまた素敵ですな。なんかねやっぱいつも思うんですけど、やっぱ曲を書いたりとかって本当に早くても数日取られると思うんですよね。でも曲は本当に下手したら10分で書けちゃったりとか。もうねもうね、あの音楽に対する、音楽とか絵画に対する嫉妬がすごくめちゃくちゃ好きなんですよ。めちゃめちゃ好きなんだけど、例えばその演劇にしても映画にしてもアニメーションにしても、まあ、何年もかけて、例えば犬なんかが、まあ、何年かかってるか分かんないですけど、でも出してから3年とかですから、それでやっとこういろんな工程を経て積み上げて2時間かけてやっと感動に導くみたいなものがあるのに、3分とかで忘れられない曲とかなんかこう聞かされると、3分で勝負してこれ一生忘れないわこの曲みたいな、本当悔しいなと思うけど、そこの瞬発力のすごさはね、やっぱりますよね。素晴らしいです。海外にもやっぱ近いものがあるんですか？ずっと見た瞬間もうこれが目に落ち着いちゃって忘れないみたいな。だからねこのね映画とかね絵とかね音楽は素晴らしいっすね。嫉妬しますよね。本当に。でも絵とかもうその道も開いちゃうから、二の足踏めないし、こっちとしたら、もうやられたって思ったら見たことできないし、本当に食らわされるなと思って、その目に飛び込んできた時の感動させる、耳に入ってきた時のジャックされる感覚、まあ、音楽って究極一人で見るじゃないですか、まあ、映画もそうですけど、なんだろう、連帯してるようであんまり初動はできない、ジャックされて動けないとか、感想は本当に誰かと語り合うまでは自分の中に圧倒的にどうやって話せばっていう気持ちにしてくれるっていう、そのジャックする能力っていうのがやっぱ大好きなんですよね。すごい聞きたかったのが、このライブというか舞台にも立たれて、まあ、作品はすごく映像だったりとかのお仕事も多いと思うんですけど、舞台人としての津田さんのその尖ってるじゃないけど、その自分の中に先を見つめる部分ってあったりするんかなと思って。舞台やってると、もちろんね、作品役者として基本的には出ることの方が全然多かったので、役者としてやっぱ出ていく時にはその作品とか演出とか脚本とか、もしくは共演者さんとか、そういう人たちとのコラボなので、もちろん自分のエゴだけで進むわけでは当然なくて、でダメ出しとかリクエストは当然来つつ、自分のやりたいものとかももちろんやりつつとは思ってて、ただ長い期間、ただ公演数が多くなってくると、やっぱ慣れてきてしまうんですよね。でその慣れとかがやっぱ非常に危険やなと思って、だからなるべくお客さんのことを想像するようにやっぱ板の上に毎回立ってて、もしかしたらすごく嫌なことがあって、でこの舞台を楽しみになんかしようと思って、その数ヶ月前に、わからないけど、例えばバイトしてたりとか働いてたり、このもしかしたらなけなしの3位かもしれないし、で何かを犠牲にして作り出したお金かもしれないし、でそういう大切なお金と時間をお預かりするというか、例えば1万円のチケット代で1万円分しか見せれなかったら、それはもうアウトで、2万円、3万円、10万円、100万円分ぐらいをやっぱり持って帰ってもらわないとダメだし、基本的にはやっぱその1回が僕らにとっては何回分の1なんですけど、でもそのお客様にとっては基本的には1回、なのでその1回でなるべくなら一生の思い出にできるような、なんかステージにしないと
と思って、そうするとまあ緊張感をキープできたりとかするんで、だからね、特に最後の方、舞台公演が続いて最後の方になってくるんで、めちゃくちゃ疲れてくるんですよ。そうそう、まあそういう時こそなるべくお客様になんか寄り添えるといいなと思いながらやってますけどね。素敵です。私もバンドでライブをしてて、それとすごく比べるものでもないんですけど、自分自身がミュージカルで舞台をやった時に、あ、これめっちゃ好きだわと思って、やっぱ体に入った後に、もう多分私が出た公演は2時間の公演とかが多かったので、まあ、それほどなんだろうな、めちゃくちゃ長い曲とかだったんですけど、体にめちゃくちゃ入って何回もそれを再生、そしてなんか毎回違う、でもクオリティを絶対に摂取するっていう、その感覚が霊石門を見てるような、夢の中で夢やって気づいて好きに動いてるような感覚っていうか、次どうなるか分かってるんやけど、体はそう動いてるけど心がそのたびにこう湧く感覚っていうか、夢の中での感覚を体に落としてる感じやなと思って。面白い、舞台ミュージカルって面白いなと思って、すごい好きになったんです。ライブとはまた全然違う感覚なの？全然違う。やっぱりすごい強烈に思うのは、ライブって本当だよって、本音だったりとか、もう、まあ、もう自己ですよね、っていう風にわーってやるんだけど、セットリスト決まってるし、ここでこうするってことは決まってたりもする。でもそれも自分で書いた曲やったりとか、いろんなことが点で置いてあるから、それによってこう、なんていうかな、本当だよって言いながら嘘を聞かす場所やと思うんですよ。でも舞台は逆で、嘘だよっていう、お席に座ってて虚構の世界だよって言うんだけど、本当を聞かせてくっていうか、その役者の人だったり演出家の血が出るっていうか、なるほど、アプローチが逆ってこと。私の中では逆のようでクロスする瞬間ってやっぱりこうすぐほとばせるんですよ。なんかね、すごい手が違うっていうか、感じが私は。入り口も違うの、それって。まず自分が作ってものではない。なるほど、なるほど。結構そこ大きいめっちゃあるんですよ。振り付けとか、そこ違うか、セリフとか、やっぱり今何年前からこの1時間半埋めてって言われたら絶対埋めれるんですよ。だけどこうで決めてってやった時に、納得するように読み込んでったりとか、感情を沸かせるためにすごくこういろんなことをやってくっていう作業がすごい面白くて、すごいなって人間作ってるっていうか、確かに確かに、1ヶ月とかね、追っかけてね、じっくりこう、じっくりはね、すごく贅沢な時間で、あれはすごく、なんか稽古場がすごく好きで、で、修正もすごく時間をかけてできるので、今日違ったら明日また修正して持ってって、例えば映像のお仕事とかアニメーションのお仕事とかって、なかなかそれができないので、もっと瞬発力に近いというか、そっちの楽しさがあるんですけど、舞台はもっとじっくりと、同じことをずっと毎日やり続けられる贅沢さが、バンド結成して1ヶ月後に解散するみたいな。なるほど、なるほど。映像はそれほど私はたくさんは踏んでないんですけど、なんかセッションに近いというか、なるほど、やっぱりテストするときに、この人はベースなんやなとか、ドラムソロ叩きたいんやなとか、なんかこう静かに実はギターソロ弾いてる人がいるみたいな、はいはいはい、捉え方で私は捉えちゃうかな。なんか津田さんも監督としての面があるじゃないですか、その自分とプレイヤーとしての面、まあ、繋がっているようでいて、繋がっているようで全然違いますね。なんかやっぱ出口というか、よく聞かれることがあって、その例えばなんですけど、その舞台とか声優とか俳優とか、まあいろいろ違うんですけど、なんかその違いは何ですかみたいなのをよく聞かれるんですけど、でもやってることは同じで、演技というその枠で全部くくれてしまうので、ただまあその、まあ僕絵描かないんですけど、絵に例えるとその絵筆が違う、その絵筆の使い方もちゃんとやっぱりどこかテクニカルなとこだけど、やっぱそこも習得しないと、その、例えばわかんないですけど、油絵なら油絵、水彩画なら水彩画、鉛筆で描くなら鉛筆みたいな、その絵自体がちゃんと道具も使えるようにならないと完成しませんよねみたいな。ただでも絵心とか
はクリエイトっていう意味でのハートみたいなものは全部一緒ですよね。あ、まあ、それのまあちょっとさらにちょっと種類の違う版というかがなんか映画撮ったりとかっていうのが、生まれないものもあって、例えばお芝居だけでは生まれない何かみたいなものはやっぱ映画で映画撮ってると、もしくは例えば脚本から言ってるとこういうのでなんか埋まっていくなとか、埋めていくとまたちょっとその互いしたくなるじゃないけど、そこの穴を掘ってみたくなって、みたいな、すごい。なんか津田さんの写真だったりとか、はい、写真とかその監督したものとか、はい、見させていただいて、なんかちょっと、なんていうか、ハードボイルドって言うと簡単なんですけど、お好きなテイストっていうものがすごい、あるのかなと思って。そうですね、まあ、いわゆる世の中でのハードボイルドっていうほどハードボイルドではないんですけど、乾いてる感じっていうのが昔からずっとあって、乾いてたり空虚だったりみたいな、ああいう世界は昔から好きですね。でもなんかこう雨が降ってたりとか、アスファルトにちょっと雨が降ってたりとか、その艶の感じ、光の感じっていうのが、あ、こうやって世の中あったじゃないけど、そういう目を持って見てるんやなと思って、写真撮る人とか監督の人とか、そうですね、仲良くなりやすいって言ったらなんですけど、話してると漫画家の人か監督の人かカメラマンの人が結構話し合うっていうと感じなんですけど、自分の感覚と近いのかなって。ビジュアル面、まあ、多分そのクリエイターさんにも発達してる部位っていうか、耳がめちゃめちゃ発達してる人とかね、目がめちゃめちゃ敏感とか、なんかいろんなのがあると思うんですけど、アブちゃんはでもいろんなことやるからあちこち、あちこちかもしれない、あちこちの感じがすぎて、でも見てるのは結構魂あるかないかとかですね。ああ、まあそれはね、これやらんとこの人生きていけへんぐらいなのかどうかとか、はいはいはい、これはおままごとなのか、はいはい、博打なのかって、はいはいはい、もう映画なんて大博打じゃないですか。そうだね、その何貼ってんのかな、どれぐらい、なんだろう、お金じゃない部分で額貼ってんのかな、それがすごい見つめちゃいます。確かにね、なんかもう命がかかってる作品だよね。もう変ならそれだけでちょっと胸打たれるもんね。そうなんですよ、それがちょっと重たいとか怖いとか強すぎとか言われちゃうこともあるんですけど、なんかそれを物を作ってる人間からすると、なんかこうボトルネイルみたいな感じで、なんかこうついたみたいな、他の国にも同じ戦いを挑んでる人がいると思って、すごくよくわかる。なりますよね。学生の時そうだったんです。映画館やって、なんか自分がちょっと生きていくのに違和感を感じてて、空虚だなとか、なんか人と違うな、みんながいいっていうものをとてもいいと思えないな。さすがに映画館行ったら完全にぶっ飛んでる人がめちゃめちゃ世界的に評価されてるとかして、こういう人おんねや、なんかもっとモンスターみたいな人おんねや、かっこええみたいな、すごく勇気湧きました。いや、それめっちゃわかるな。なんかそれによってエンパワーメントじゃないですけど、すごい持ち上げてもらえるっていうか、あ、手加減せんでええんやって思うところにもすごく元気が出る。そういう意味で、そういうお仕事って言うとあれですけれども、そういう企画で思い切りやっていいですよっていう、手加減しないでいいですよっていうお仕事で呼ばれている現状がすごい続いているので、素晴らしいです。本当に素晴らしいです。ありがたいなって思います。ここは先どころじゃないかなとか、そういったものをすごく感じてた。バンドを組むまでの人生だったので、バンドを組んだ瞬間にフリーパスもらった、素晴らしい感じがすごいあった。この舞台に出会った時に、わけのわからん、このなんか溜まり溜まった毒物を出して、その時にお会いしたかったです。これやっていいかみたいな、やったかかった、もう相当なものだったんですか。なんかね、やっぱりなんかわけのわからないものを出す喜びに目覚めました。いや、でもわかります。ライブハウスとか本当に、ま、オンエアできるギリギリで言うならば、すごいいろんなものを作ってる人たちがいたりとか、そんなのも音楽だけじゃダメなんだな、この人たちはっていう方だったりとか、でもやっぱりその子できらめいてる子たちは、自分で立って
ってしまったりとか、やっぱりこう続けるということができなかった子たちがすごくいる中で、そこに対してのなんかちょっと中指を立てるような気分で、あの組み立てのバンドがサバイブしてくって意味で早い段階で立ち立てビューしたんですけど、なんかこう咲くところというか、こういうことかって自分の名前を自分で名乗るじゃないけど、ここなんだと思った時のカタルシス、そこからなんかこう広がっていくこと、松田さんとご一緒できたこともそうですし、何かすごいこれをやればみんな優しくしてくれるんだなのその奥っていうか、なんかこういいものに出会えたなっていうのを何のお仕事してても感じるんですよね。バンドはじゃあ大きいね。大きいです。津田さんはバンドとかやったことありますか？いや憧れてたんですよ。めちゃくちゃバンド、ちょうど世代的に大バンドブームで、ボーイさんがいたりとか、なんかね、ブルーハーツだなんだって、そういうのなんか僕の友達がみんなバンドを組んでいくんですよ。めっちゃいいな、楽しそうと思ってたんですけど、僕その時一番聞いてハマってたのがボブ・ディランだったんですよ。やるためにここまでやってきたのか
なっていうふうに素晴らしい思って、なるほど、音楽をやってきたのも、歌詞を書いてきたのも、そしてあの舞台を踏んできたっていうのも全部分回せた気がして、すっごい強烈に思ったのが、あのこの色気も絶対いいと思うんですよ。28日フーディーですけども、あの皆さん絶対に好きになってくれると思うし、何回も見てくれると思うんですけど、あの色気もいいんじゃないかなって思うんですよ。何、あの色気、あの色気、あの世でも、なるほど、受けるような、なるほど、確かに、確かにね、もともとね、能楽自体が、あなたとこの世を、ね、それこそ、橋がかりで繋いで、有限の世界ですから、確かに、それをね、アニメーション映画という形を作って、確かにあの世とこの世を繋いでいるかもしれない。大供養映画みたいな。なるほど、すごいですね。なるほど、なんか、なんだろうな、ピンクの魂っていう、すごい可愛らしいオレンジ色の、赤とオレンジの可愛い、人玉みたいなのが覚えてて、でそれを供養するっていうシーンがたくさんあるんですけども、なんかこうライブで私たちがやってることっていうのも案外近かったりとかして、なんかこうただその場にいるお客さんに、もちろんそのチケットの数百倍のものを持って帰ってもらうっていうのもいっぱいあるんですけど、そのいなかった人、ここに来れなかった人、もっと言えば自分のステージに立つ、私と同じステージ、私より先の世代に立つビッグして生まれたのに、何らかの理由で出てなかった人たちの大供養というか、そのバトンも勝手に受け取って燃やしますっていう、その感覚がすごく生きた。なるほど、大供養ね、面白いですね。大供養映画って言うとすごい大変な物々しいものって思われるかもしれないですけど、そういう感じではないです。完全にポップスターの話ですからね。ポップスターですけど血は出ます。本当にそれもそしてね、さっき大供養っていうふうに言ったんですけども、まあ、供養となりましたら火が必要かなって思いまして、ちょっと火の曲が上手にあるので聴いてほしいななんて繋いでもいいでしょうか。はい、もちろんです。それでは聴いてください、女王蜂で火炎。アニメのお話をいただいたりとか、アニメのオープニングとかお話いただいたりとかするんですけど、すごいなって、こんなにたくさんの人がなんかすごく変わってる中で、イメージ決めていいよっていうのが、確かにすごい、これが音楽の支配力って強いから、やっぱイメージをね、めちゃくちゃ色づけするので、海外からもすごい熱い目を向けられてる作品が多い中で、私自体がアニメっぽいから、アニメっぽいけどアニメっぽくないな。そうですか。もちろんそのアニメっぽさみたいな、なんとかそのセクション性の強さみたいな、そうですね、もちろんあるんですけど、でも話してたらやっぱすごく、やっぱ血肉の通った通った、すごく人間だし、より人間らしい人だなとは思いますよ。嬉しい。人間ライブの時には人間やめていくからなんですよね。まあなんかね、違うポジションになる感じはねありますよね。ああいうのはね、シャーマンというかね。そうなんですよ、シャーマンになって、シャーマンってかもうなんか脳もそうですし、おかぐらとかもそうなんですけど、結構何が違うんだろうと思うんですよね、ライブは。なんかこう山に向かっているとかあるじゃないですか、なんか木に向かってライブするとか、その感覚っていうか、なんかこう狂気って言われると簡単なんですけど、誰もいなくてもやるっていう、面白い、その力が多分舞台っていうか板の上にはあると思うんです。音楽自体がなんかそんな気もするんですよね。自然発生的に来たわけじゃないですか。なんかもう絶対に必要だったんですよね、やるだったんだよ。そう、その表情がやっぱりね、どんどんブラッシュアップされて、より色もくっついてとかなんだけど、でも原点にある魂みたいなものはやっぱりなんかね、一人でも歌うわけですよ。そうです。誰も見てなくてもやってしまうんですよね。やってしまうですね。だと思います。その感覚、嬉しいです。なんか話したいことがいっぱいある中で、なんかこう話したことでの答え、返答
と結構簡単なんですけど、返ってくる言葉だったりとかがすごく、やっぱ好きって本当にやっぱ好きって、ありがとうございます。本当に楽しいですよ。